本当に綺麗だねってことを伝えるだけでいいのよ、本当はい、えー、こんにちは、岡田です。えー、今日の個別コンサルは、グッピーくんですね。えー、まあ、こう、手に入れたい女性のタイプっていうのがはっきりしてるんだけども、えー、どうすればいいかっていうところですね。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。うん。 えっと、結論から言うと、まあ今、自動してるっていうことなんですけど、はい。あのー、まあもう何パーやっていくしかないと思うんですよ。だからやってっていいと思うんですよ、もう。アプリでも、見てても。まあ、もう女性の、なんて言うんでしょう、こう。大体分かってきたでしょ、正直。どの、あ、なんて言いたいんだなとか、こうしろって言ってんだな、みたいな。はい。ところは。はい、で、やっちゃいけないことも分かってきてるから、 まあ一疎通とかはもう本当に全然自信持っていいと思うんですよ。はい、うん。で、あとは、じゃあ、声かけるにあたってなんですけど、はい。あのー、えっとね、ちょっと言い方難しいんだけど、ぐっぴくんはね、結構むっつりすけべなんだよね。はい。<laughs> ストレートに言っちゃうと。だから、声かける前に、なんか先の先まで考えちゃうんだよね。 うん、だけど、本当に綺麗な子に声かけたいわけじゃん。はい。で、本当に綺麗だねってことを伝えるだけでいいのよ、本当。うん。うん。自分の自然な言葉でいいの。で、例えば最初は、グッピーくんだったら、もうみなりも綺麗なんだから、こうやって、こんばんはっつって、めっちゃ綺麗でっすねって言うだけで、相手は笑うのよね。うん。うん。いや、もう本当、めっちゃ綺麗びっくりしましたよ。 いや嘘じゃない、本当。僕、あの綺麗な人見ると、喉すごい渇くんですよ。まあ,あ、からっからですもんね。とかで繋げてっていいのよ。はい、で、その、だん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 自分に余裕が出てきたら、その、私もやってることは同じなの。自分が好みの女性、綺麗な女性に、それをナイスだぜっていうのを伝えてるだけなのよ。ううん、うん、うんうん、で、だって、 それをちゃんとしてる男の子から言われて嬉しくない女の子はいないからで、あとは自分が慣れてきたらそれをロストアプローチの中でやったり、ドロップアプローチの中でやったり、もっと器用になってきたら、要は相手の共有スペースを巧みに利用して、スッと入っていったりっていうふうに技術を高めていけばいいだけであって、うん、今、グッピー君はやらなきゃいけないことは、もう本当にその女の子に自分が思ったこいつ、お前ナイスだよっていう感情を。 素直に伝えててあげるってことなの、ねうん、でそしたらあとはもう例えばまずはさ私が今みたいな流れでもいいしとにかく次に気持ちよく誘えるっていう誘うカードっていうのに持っていく流れだけを意識してあの相手と会話しながらね、うん、あのまずそこに持っていくってことだよね。 で、はい、そうすると、その、今、最初に言ったように、こう、むっつりなのよ。<laughs> その、うまく、そこまで考えてうまくいくかなとか、断られるんじゃないかとか、まあ、いろいろ考えちゃうんだけど、だけど、本当に綺麗な子に、本当に綺麗だよって伝えることに躊躇はないはずなのよ。うん。自分の思った感想、これいい絵ですね。 画家にこれ大好きですっていうのと写真家にこの写真僕ほんと好きですっていうのと同じなのでだからあのまずそのイメージでや再開スタートしてほしいなって思ってそこを始めたらもう今アプリ見ててもやっぱり相手の言葉拾って理解してで素直に返してっていうことはもう分かってるからできてるから。 あとは勝手に会話が滑り出していくから、そこだけかな。今回のグッピ君のアドバイ、あの、悩みを見て、率直に思うのは、はい、それだけだったらすごくできそうじゃないはい。<laughs> 大丈夫、今 <laughs>。すごい驚いてる顔してるけど大丈夫。 そうですね。うん。が、します。ねえ、なんか今、すごく、あの、びっくりしたものを見つけた、外国人男性みたいな顔してたけどね、<laughs> わー思ってる顔してたけど。<laughs> うん。そこだよね。うん、ただ、それだけだよ。うん。 自分でこういう女性がいいっていうのがあるわけだから。で、はい、でもう分かってると思うけど、例えばこういう、じゃあ巨乳の女性が、細くて巨乳のいい女性がいいって言ったときに、でも女性心理的にここから入っちゃうと失礼になるじゃないはい、うん。だから、やっぱり話しながらメモ送っちゃいけないし、これはちーちゃんがいつも言う通りね、メモ送っちゃいけないし、そこにも触れちゃいけないんだけども、 じゃあ逆に彼女,例えば彼女とかを見た時にものすごく肌に気を使ってるわけじゃ明らかに肌と髪にさ、はい、だからその時に「こんばんは」っつって「すっごい綺麗ですね」ちっちゃ本当ですよめっちゃ綺麗ですよ」うん、つって余裕こう相手がいい反応だったらそのまんま「いやもう嘘じゃないです僕喉乾くんですけど」っていう流れ持ってって,ってもいいしいや肌とかもな何してるんですかそのつ それめちゃくちゃ綺麗ですね、肌。いやいや、そんなんだっけじゃ絶対なんないです。秘密あるでしょ。うん、秘密を教えてください。僕は綺麗なお姉さんとお茶飲めるじゃないですかで。お姉さんは秘密を僕に話せるんですよ。全然嬉しくないですか、それ。とか、いうふうにこうキャッチボールしながらっていう、でもちゃんと誘っていくっていう流れができてくるから、あの、 まず本当そのスタートは自分にできるかなとか断られちんじゃないかとか迷惑なんじゃないかじゃなくて、ただ本当単純に彼女にすお前グレートだよ伝えるっていうことだけだよね。そこだけをちょっと意識してやってってごらん。はい。うん。わかりました。<laughs> 大丈夫。<laughs> え 笑顔もすごい良くなってんね、本当に。ほんですか。うん。今、髪は手抜いてるでしょあ、いや。えー、うん。さっき、お風呂入って、うんうん、しっかりセットして、これ。ほそしたら、あの、外にちょっとドライヤーを当てすぎてるのと、はい、外ハネが強いから、 はい。うん、あのー、えっとね。ヘアウェルダーにだンダリかをつけてる。はい。以前お世話にったものをつけて、うん。その時に、あの、上から下に、こう、最後、コールドブローをかけるときに、はい。上から下に、こう、手ぐしで、こう、ゆら、手ぐしで髪をちょっと優しく溶かしながら、上から下に、こうし、結構しつこくドライヤーを当ててあげると。 より馴染むかな。その、ちょっと待ってね。えっと、理想を言うと、はい。全然紙に動きがあっていいんですけど、えー、っとねうん、どうしようかな。 えっと、外羽を、外羽というか、こう、毛先動かしたいとしても、どっちかっていうと、こういうナチュラルな中で動かしたいのよね。こう、つや、要は、つやっとしてる中で動かしたいっていう。パサ、で、今お風呂上がってすぐの状態でその感じだと、多分、日中結構パサついて、ちょっと汚い感じの、清潔感が損なわれる感じの動きになっちゃうから、 ちょうどこれぐらいを目指して丁寧に仕上げた方がいいかなっていう感じだね。はい。あ、これいいと思うね。これちょうど模倣していいと思いますね。はい。わかります。で、えっと、長さは正直もうちょっと短い方がいいかな。夏なんで、9月ぐらいまでは、まあ、グッピーくんだったら目にかからないぐらい。 眉毛はかかってもいいから、これぐらいにはしたいかなって感じね。はい。うん。それぐらいですかね。方向性は髪型はいいと思います。はい、うん。大丈夫はい、大丈夫です。本当、じゃあ、後で動画送っておくんで。はい。うん。本当こう、これから現場で、今日アドバイス受けて、そのイメージでいこうと思っても、多分現場でまたいろいろ考えちゃうのよ。 だからそこをちょっと今日の話を思い出して自分で頑張って上書きしてシンプルに素直にそれでや心がけてやってみるようにしてください。はい。はい。いじゃあいろいろと音声など楽しみしてます。はい。頑張ります。はい。よろしくお願いします。はい。ありがとうございました。失礼いたします。ありがとうございます。失礼いたします。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、 お願いします。